全部 EV シフトするって言ってるから日産以上に博打,打ってるよね、うん、やっぱりエリートばっかり入ってくるようになっちゃって<ー>みんなやっぱり官僚化しちゃったよね捧がれてたのはホンダの技術力が落ちてると4人は赤字じゃないかっていう噂もあるぐらいなんでそれではご覧くださいなんか噂によるとなんかあのトヨタの,、ね、あの会長がトヨタ会長が、はい、ちなみにトヨタ自動車だけどトヨタ会長なんだけどね,ねトヨタ会長がホンダの社長を訪ねて「はい あの来年期間捨てるのやめてくれって頼みに行ったけど断ったっていう話がねちょっと一時業界ブ流れてたけど、えー、やっぱり日本はやっぱり EV を否定はしないけどって言っ、ね、あのあと自分のところで全固体電池の開発までやろうっつってねや、うん、って大学,と組んで大学でどっかと組んでやろうとしてるけれども来年期間を捨てたら自動車メーカーじゃなくなるっていうあれがあるから、はい、日本連合、まあ、日本全体として強ライバルではあるけれども、うん、来年期間捨てるのやめましょうやって って言いに行ったけど、ケンモホロネに断られて、えー、あの全部 E.V. シフトするって言ってるから日産以上に博打打ってるよね。大丈夫かな。かな、やっぱあれだよね。なんか F1 辞めた。 ぐららいからちょっともう感じはしなくなっ何ねこれ、うんうん、もねちょっとねなんか身内の事情であんまりなんかあの「ホンダとかあのトヨタの悪口は言いたくないんだけれどもあくまであの客観的なこととしてあのやっぱり言われてたのはあのやっぱり業界自動車業界史とかあの辛口の業界史あるのよ、うんあの。そう読んでたりするとやっぱりあの,あのなんていうのかな本来その本田宗一郎ホンダスピリッツを引き継いでなきゃいけないホンダが。 やっぱりエリートばっかり入ってくるようになっちゃって、うん、みんなやっぱり官僚化しちゃったよね、うん、あの大企業病院に入ってだから技術開発にしてもやっぱり、まあ、これもねあの例のホ,ホンダ技研,技研とこの間合体したのかな分か、うん、れてた弊害も出てねやっぱり、うんうん、でだからもう今はもうティア2に丸投げみたいになってきて要す本体の技術力が車ってねあのちょっと一般論で言うと車って組み立て屋なのよ自動車産業っていうのは。で結局いろんなパーツを下請けから持ってきて、うん、でトヨタだって。 トランスミッションだったら電<ー>、まあ電倉以外からも今緩やかな年語になってるから系列は電送だけどとかねいろいろあるんだけれどもでも根幹技術はあの自分のところが握ってないとただの本当にあのプラモデル組み立て屋になっちゃうからでそれがなんで、まあ、世界的に見たらピティア2であっても下あの、まあ、いわゆるその一時、まあ、下請けって言い方違う形は一時<ー>あの供給計画のまあ一時、まあ、部品供給 会社言うとボッシュだとかもう世界的な企業があるわけでもうそこがやっぱりそこに専念してねあの電気系統だったらボッシュがねもうとにかくやってまあまあそっちやっといてよってなるんだけどだからさっき言ったその車にとっての根幹は何かって言ったらっエンジンなのね。エンジンの,その供給会社ってないのよやっぱり。 まあ、エンジンの設計をあの支援してくれて実際やってるコスワースっていう会社はあって F1 <ー>なんかでもそのシ,ャシー屋昔の,あのロータスなんかはロータスは最もともとシー屋から入ってるからシ,ャシーを作るし<ー>でもエンジンはコスワースから買ってくるだとかねめっちゃ高いんだけどねそういうのってだからでもエンジンだけがねこの唯一の自動車会社にとっての<ー>もう最後の外に出ない技術の領域なんだけど<ー> <laughs>、まあそれも含めて。 いろろんなところで捧がれててたののはホンダの技術力が落ちてるとで、でティア2にでもそのうちホンダはもう,もうそこで諦めちゃって諦めたのかどうかとにかくもう無理だってんでもうティア2にもう任せちゃうになっちゃってるんだよねそれはね危険あるいはねだからまあホンダはもともとやっぱり二輪屋だからねバイクの会社だからかで、あれはさっきもねの事前に言ったけけあど世界一の二輪屋なんで、はい、これは分かんない根拠ないけどまあなんかあの二輪は黒字だけどもあの四輪は赤字じゃないかっていう噂もあるぐらいなんで。 まあ多分ちゃんと見ればあのなんだっけあの授業分野別のあの、ええ、あの床書件報告書見れば出てるのかもしれないけど、ええ、まあそんなに収益は良くないはずなんだよねああだからまあそういう意味で言うと二輪はしっかりやっていくけれども四輪はまあ EV でもいいんじゃないかと思ってる可能性もなきにしもあらずかな<ー>松田なんていまだにロータリー捨ててないからねああそうなんですねうんうまああれも意地になってみてみようかみたいんだけど <laughs> ロータリーもねいろいろねあの 問題のある部分があるんだけども、燃費が悪いってあのどうしても問題があるのとあとローターのねこのサイズさまあいやまあ俺車はほら専門家と話をあのあの聞けるぐらいの知識持ってるからつい行っちゃうんだけどはい元に戻しますね刑務所でもなんかそんな専門書を専門書を送れてなんか変な物理学の本から何が分かって探すの大変だったな本当にないんだろ普通にに探してもなぜ自動運転が日本でうまくいかないかっていうことについて三十分ぐらい今から話すね。 <laughs> いやだから本題はね、まあ、その小型ジェットも世界一だし、ね、芝刈り機でも世界一らしいよなんかそういうなんか何かんでもなわけどなんかあるんでな、ね、これっていうのがあれかもしれない、うんね、やっぱりそれこそ三菱,が三菱重工がうまくいかなかった小型ジェットものにしちゃったもんね。 しかも斬新なエンジンが上についてるあ上上側についてるっていうね<ー>あの潮の上について普通下にぶら下がってものに、はいはい、上についてあれが燃費だとかいろいろいいらしいよあれが<ー>だからなんかそういう想像、ね、的なものをやってきたし車もねなんか違ったよねプレリュードから何から何なんか,なんかホンダはちょっと違って面白かったのに、うん、もうおもろくないんじゃないそうですかね。あんな もう急激に日産を抜くんだ,よだから13年とかで気ぃ付けないかなんか、うん、だから自動車業界ほかに言ったらまああのー、乗用車ではねそんなにあれじゃないけど、うん、スズキが軽自動車だけを入れると国内販売2位とかになるし、ええ、スズキってそれこそ,、うん、そのあそこは創業家が全部収めてるんだけど。 あの二人以外全部娘婿だからね、うん。<ー>今の会長も娘婿。<あ>うん、そうなんですか、はい。まあそれだと優秀なんじゃないか。うこう三代目だと潰すかもしれないしな。<laughs> <laughs> 潰してはね <laughs>、うん。そうだ、潰してはね。<laughs> 潰してはね。だ <laughs> てな、ね、したんだよ。<laughs> <laughs> <laughs> まあね、続きはでもね、あのほらね、あのあの。 川,川,川勝知事の後ろから一頭送ってリニアを潰したのは鈴木さんだって言われてるけどね<笑><笑>鈴木さんもやっぱりもう九んとかでしょょま、ね、まああちょっとね、まあ、もう本当にやっぱり軽自動車作ってるだけあってすっげえこう、うん、なんていうのすしっかり者というか<ー>な,んなんていうかなねこう無駄なことをしなくてまあ主観とあ合わなかったわけでもないけどなんかぶち合うわけでもなく。ああ 面白いおじさんですよ修会長ね、うん、はすごいすごいあの素晴らしい経営者としてはすごい人だと思うね。<ー>とはもうだからもうそればっかりあってでもそれしか楽しみがないだろうともうちょっとだからもう90になったら更新でいいんじゃないの、うん、っていう感じもするけど、うん、まあでもちゃんとね数字も残してるしで自動車業界って本当にだからいろんなところがついたり離れたりいすずだって GM と離れあのに。 経営の時に GM に gm 入られて昔は乗用車ねジェミニとかやってたんだけど今はもう商用車しかやらなくてあのまあそれでも商用車に行ったらがっちりとあのなって今はトヨタとついて離れて結局トヨタグループみたいになっている5%ぐらいトヨタが持っていてトヨタには日野自動車があるんでその系列で。日野と一緒にまああの エンンジとかかしててんじゃなないだっねあの石油ショックでこんなロータリーが燃費が悪すぎたから石油ショックで売れなくなってでフォードが出資したからずっとあと住友銀行からずっと歴代社長が行ってたとにかく住友とみずほっいうか工銀はとにかく社長派遣したがるんだよな「益田を派遣銀行」っつってね昔の東洋工業ね松田。 だから、昔は広島東洋カープだったでしょはい。東、東洋。今もです。今、東洋ついてるのかな。広島カープ、東洋ついてる。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 気がして。あ、そうもう野球好きだもんね。ずっと地元で聞いてたから、そのイメージかもしれない。けど広島なんですか。そう、岩国なので。あ、岩国。あ、じゃ、産業国際パルク今の日本製紙の工場もある。でね、そうなんですよ。そう。なるほ松田もね、あ、ま、松田ね、その。 なんだっけあのロータリーエンジンのあのスポーツカ化歴代たくさんあったな,なんだっけなんだっけ一番有名なのは R なんだろなももでもロータリースポーツってあのあの宇宙船みたいな車作ってたけどね、えー、まあ松田もね昔はいくらはね、まあ、そのフォードが来た時代にちょっとあれしたけど今でもやっぱりむしろ技術の内燃機関にかける意気込みってのはロータリーに限らずすごいあのあれあの自家着火、えー、なんだっけ希薄燃,燃焼エンジンって HCH んだっけなちょっと忘れちゃったけど 理想のエンジンの開発にいまだに続けてるしね<ー>いわゆるシリンダー型のロータリーじゃなくていわゆるレシプロエンジンだけれども何がすごいって、うん、ディーゼルヨーロッパでディーゼルゲートでねいろいろ問題になったけど、うん、ディーゼルまああれは自己,自己着火するわけ圧縮すると軽油なんだけど圧縮してものすごい圧縮比なの最後圧縮比っていうのはこの最初のシリンダーこうやってピス上がっていってどこまでそうするとこのあんまりの高圧になるから、うん、あのプラグで点火しなくても勝手に。 だからあのディーゼルエンジンって最初の始動のモーター以外はあとあれ電気いらないのよ勝手に動いてるから勝手にこう着火するんだけど、はい、であれはねものすごい高圧縮比だからそういった排ガスとかいろいろ出てきちゃう、うん、すすがあの,あのいわゆるなんだっけなんとかあ PV なんだっけあのほらあの空気の汚すやつあ,、はい、あれがの発生原因になっちゃうんだけれどもなんと15。 圧縮比15ぐらいだから普通ディーゼルって20%パー近いあ20圧縮比が比1対20ぐらいを超えてるはずだったらもうちょっと忘れでそれなのに 1, 1対15ぐらいまでのほとんどるガソリンエンジンかっていうぐらいのこの低圧縮比でディーゼルエンジンを。 開発してるで今度逆にガソリンエンジンっていうのは圧縮比が高ければ高いほど熱,熱あのエネルギー効率が高くなって燃費も良くなるし排ガスもその分よくなるんだけどこれが限界がやっぱり15ぐらい<ー>ディーゼルの逆に今度15ぐらいが限界って言われてるのに14点何パ<ー>1 4一体14点いくつっていうような圧縮比までっていう今度はどちらも知ってる人間から言ったら、うん、え そんな圧縮比のもののもをできるのってそんな低い圧縮比のディーゼルエンジンよく開発したなっていうのと逆にそんな高圧縮比のガソリンエンジンあのガソリンエンジン高圧縮すると今度逆にあの不正着火あの不規則着火しちゃうわけへ<ー>あんまりやりすぎると今度ディーゼルとのエンこの点火する前に勝手に爆発しちゃうからシリンダーが上に上がろうとしてるところに要するに死点って言って死ぬ点って書いて上死点って言って一番上のところで着火しなきゃ。 上上ににがるるエネルギー持っってるところに爆発しちゃったらぶ,ぶ,ぶつかっっちちゃゃてエンジンジが壊れちゃうわけよそうでしょシリ,シリンダーが上がってきてるとここはシリンダーの下にはピストンもついててこれでもエンジン回してるのに上がってる本来上がって上視点に行ってまた爆発してこうやって下がるのに上がってる途中に爆発されちゃったら圧力がけ喧嘩しちゃって、うん、エンジンばあの あのいわゆるブローエンジンブロー起こしたんだ、ね。んだからそれを14パーコイルってのは不可能って言われてたのに14超えるあパーコイルパーセントごめん14倍圧縮比14倍を超えるエンジンってこれすげえなって刑務所いたとき思ったよ。当時も,もう退任したけどゲあの名物技術家のねジョでねお母さんって何てたかなこの人がねずっとね不可能にこう挑戦するみたいなことやってたんでね。<ー>ですごいねなんかメーカーそういうのがあってで,でよく考えたらさあ車ってあの ね、ボンネットの中にあんなものをね,ね,ねボコボコやってさ、うん、爆発させてさこんなピッションうわーってなって、ね、タコメーター何千円でうわーってなって、ね、もう見えない<れ> <laughs> RPM って6,000回転って普通に回ってるけど6,000回転一1分間に一分間に,に <laughs>、ね、RPM1 分間にこれが100回転だからそうだよ、あんなマスの塊が F1 なんて昔は1五百回転ぐらいし万5,000回転ぐらいしてたからね<ー>こんなのターボなんて。 1>, 1分間に2500回、1分間に2500回って1秒にいくらだよ、<laughs> 250をだったら1秒間に4えね、まあ計算できないけど、まあ、<laughs> <laughs> 1500を六15で割るんだから、250, 250回、はい、1>, 1秒間だよ、1って言ってる間に250回こ動いてるね、ファンエンジンって、ね。いや、本当にすごい。 スキーやってたから俺はるスバルって水平対向エンジンって言って要は普通エンジンってどっちかにあるんだけど真んん中に要は左右対称なんですよだから普通は右に傾いたり左に傾いたりするんですよ車って。だけどあのスバルの技術って水平対向ってって真ん中にエンジンがあるからそのまんま曲がる時もほんと吸い付くように曲がるしかもフルタイム四駆だから。 ももそもそそスバルがフルタイム4区出した時にスバルの人に聞いたら何「何、うん、ですか四輪駆動って」みたいな感じだったらしいね、うん、今ねもうスキー区も4区も必須だから雪道ポルシェの911も水平対抗だ、ね、そうだよへえ<ー>まあちなみに水平対抗とあの180度 V 型エンジンってったらちょっと違うんだけどねへフェラーリ,リのヘラーリの, <laughs> あのまあいや <laughs> <laughs> 今日は違うファンが多分入ってくる確かにね確かにうわってねっていう話ですさっきのちなみに PM2.5 ですか PM2.5 なるほどなるほど午後2時半じゃないの2時50分か日産の歴史についてちょっとここからは日産ってんで日産っていうか知ってる全然知らない日本産業株式会社日本産業元々はね日本愛川川コンツェル愛川コンツェル 戦前の新興財新興財閥閥だよね産業財閥あそうなんですね。相川義介さんが作ったもともとは日本産業株式会社それが日,日産コンチェルになって、はい、相川義介ねそう、えー、一応 15, 財15大財閥のうちの一つへえ<ー>今の日立とかもだからそこから分かれてる、うんうん、あそうなんですか満州のの二木三 ねうん、そうそうそう岸信介とああ相川義介とそうそうあともう一人だけ三木三助ってあの満州を舞台にこう暗躍した活躍じゃなくて暗躍した。したね、暗躍した。相川さんってあれなんだよねあの子供っていうか財産は子孫に残さないっていう人で、えー、だからそれをよく。あの 潤太くんがよく言ってた <laughs> 潤太くん三代目のさあ、<laughs> はい、あれか潤太くんってあのあれと結婚した杉田カオルと結婚した潤太くん僕らよく知っててさ、えー、まあいいいい人なんだけど、はい、いやうちはあのザキさん残さないんでもう僕はそんなお金ありません <laughs> 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 まあちょっとちょっと面白いお兄ちゃんね、えー、あ,あの作ったのが、はい、えい、ー、もの屋 もともと芋の屋だよね、うん、最初は鋳物屋でそこに三井家とかいろんなのがお金も出して、うんえー、作ったのが日産の始まりだったと思うけどうかつての車は結構今でもねエンジンブロックとか中鉄だからね芋のだからね相性はいいよね自動車と <laughs> そうよだからまあねトヨタはそれこそ自動食器だから織機でしょはり機う <laughs> からあのはだから最も、えー、古いうちの自動車会社だからトヨタと、えー、日産といすズが、うんえー、まあも最も古いというか今残ってる中ではあの自動車メーカー,ーちなみに他の言うと例えば富士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 だとか、はい、富士がスバルか富士と昴は,、はいえー、はあれだから、はい、日,日産と同梱ですよ あれあの同梱というかあれじゃないあのもともと高中島飛行機からそそうそう中島飛行機<ー>だから戦争で飛行機作れあれほら負けたから<ー> GHQ にあの航空機の,あの製造を禁止されたからそれで車内から車作ろうかっていうことで、はい、だからスバル三百六3 6 0とかね昔あったあの軽自動車のねこの球体玉ま型してるでしょ、はい、あれはねあの飛行機の胴体の構造計算から来てんなる<ー>あれの主査主査って要するに開発責任者は なんてて人人だだっったたたかか忘れたけどもともと飛行機作ってた人だからあの合理的なのあのモノコけこの本来車って写真の上にこうやって乗せるパターンとど何で合成を持たせるか車のグニャグニャほらたまんじゃいけないじゃないこれ合成っていうんだけども、ええ、何で持たせるかっていうんでもういろんなパターンがラダーフレームって言って昔の,あの今のトラックなんかそうなんだけど硬い梯子みたいなのを作ってこの,、うん、あの日本線に横橋渡してで,でもこれだとどうしてもねじれてるんだけど大型のトラック。あの キャデラックなんかも一番でっかいあのあれはあの今でもそうなのかなトラックとかはこういうラダーフレームっていうのを使うし一番古い形でその次が今度はあの、えー、なんだ、えー、とスペースフレームっていって要するにいろんな交換を組んでまあお互いの家にさ張り入れたりなんやったしてそれって言うんでで今現代の車はコスト的にも一番それがあのか簡単にできるんでモノコックって言って車体全体でもうそのフレームはないの,そのこう ただそのもう革,革がそのものであの計算されてて剛性を持たせるっていうのがモノコックフレームっていうんだ<ー>あモノコックボディっていうんだけどモノコックシャシーか。でそれは360って多分モノコックなんだよね。で航空機。けど航空機ってあれド柄のあの胴体だけで剛性保ってるからね。う,ねうん。うん 話がよこそりましたけれどももともとだからその立川飛行機っていうのとその中島飛行機のていうのは、はい、中島飛行機はそうゼ,ロゼロ線とかそういうふうがあって、まあ、GHQ にまあ飛行機作っちゃダメよって言われて、はい、その立川飛行機とその中島飛行機が。 協業をするので中島飛行機はそれからその富士精密工業っていうふうに富,富士重工の今のスバルの方に行くのとその立川飛行機と一緒になってる、うん、これがプリンス自動車なんで,<ー>でプリンス自動車は後々日産がその買収をするんで、えーまあ、要は同梱って俺が言ったのはいない、ね、中島からもこう行ったんだ<ー>中島が2つに分かれているので。 その中島飛行機とそのプリンス自動プリンスだったかな立川、うん、飛行機の会長かなんかやったのがブリヂストンの石橋正二郎なんですよ<ー>タイヤの。でまあ昔は本当に日産でプ「プリンスプリンス」ってね、うん、よくあの昔の一番最初の「ダットさん」っていう三輪カーみたいなこれがダットさんが一番最初の車だったんで<ぁ>日産の。 本当に昔のの人は日産のことダットさんってだからだから発展途上国によるレンカ版のやつを日産ってつけずに、まあ、いわゆるディフュージョンバージョンとして「<ー>ダットさん」って名前つけてたけどうまくいかなかったっすぐやめちゃったけどねちなみにだからここに書いてある「技術の日産」っていうけれども、はい、技術はプリンスが持ってきたから、うん、だから有名なあのスカイラインにしたってあれやってたずっと桜井さん。 一郎さんだっっっけなずとやてた最後の方はちょっと老外だったけどもあの人とかやったのあの人もプリンス発祥だからねだからプリンス自動車の方が作ったのがスカイラインとあとあれ GTR とかフェアリープレジデントプレジデント昔は日産プリンス分別れてたからねその販売網はそうなんですかトヨタだってそうじゃんいトヨタ今一緒になったけどトヨタなんだっけ何てあうの車であれを分けたらディーラーにね大衆車売る ディーラーだとか、クラウンだ、トヨタクラウン、クラン販売、トヨタクラウン販売だと、トヨタカローラ販売。そうそうそう、トヨタカローラとなんだけどな。ね、トヨタジャンク。はいはい。つい最近で一緒になのと、いわゆるマルチチャンネルだったんだけど。その、まあ、それの良し悪しもあるんだけど。まあ、結局、だから。そのうち、だから、ベルファイアとアルファードがあるのっていうのは、結局、それぞれのチャンネルにもした新しい車種だから。それぞれが、これ、人気車種売りたいって言うんで。 あの昔で言うんだったクラウン販売にもはアルファードカローラ販売には,ベル,はベルファイアとかいうようなあうベルファイア日産かん違うの、うん、ベルファイアとアルファード日兄弟共車だよね昔その要するに兄弟車があったってのはそういうことなんだよね<ー>それぞれの会社でねやっぱりマルチチャンネルだからそうだよねドドリリリグロリアとかそそそうそうそう,そう,そうなんですねなんか初期のごく初期のプレジデントとかかっこいいも良かったしねあの デザインだったの逆湾曲のアメリカの昔の車みたいなフロントガラスがこういいはいあの頃はねバブルの時代だからねんかその高級車をさやっぱりセンチュリーに対抗してだからシーマもそうなんだけど三菱はデボネを出したしまあ売れなかったけどな三菱グループしか乗ってなかったけどさデそう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 いうのみんな出したよねだから日産プレゼントだし 技術の日産では技術のプリンスです。日産はだ、ね、そうそう、ブルーバードだとか、あ,<ー>あの、あっちの大衆車だったからね。そうね、やっぱりスカイラインとかかな、フェアレディとか、その辺の。まあ、フェアレディが本当に一世を風靡して、そのスポーツカー市場のところに出ていった。うんうん、まあ、その頃も、ね、日産は。本当に、だって、昭和三十年代は。トヨタを抜いて、販売台数は一位だったからね。そうですか。うん。 やっぱその頃ってその車がやっぱりこう日本国内でもこうバンバン売れるいや昭和30年代はまだだ,まだこれからだよだそれから俺が生まれた頃であの昔の,あのそれこそ俺が記憶に残ってる最初の,あのうちの自家用車ってあって箱スカだよ コスカっていうか昔のプリンス時代のスカイライン丸いやつねの白のあれがね当時の小学校の時住んでた四国の家から軽井沢の別荘まで運転して親父とおふく袋が交代しながらね通ってもう礎辞高速なかったからね名古屋からはずっと基人辞走ってねでもねあの頃やっぱりねあれよハンドルこうやって回そうとしたらこのレギュレーターがこコンと当時の日本のやっぱり製造品質っていうのはそんなもんだったね懐かしいな。 そうですか、そ,かその後はずっとクラウン乗り継いでたなうちの親は<ー>歴代のクラウンだから乗ってたけど、いつかはクラウンだった。そう、いつかはクラウン。<laughs> 世の中そういう流れだったってことですね。そうですまだ貧乏なねこと経済成長時代にその高級車のクラウンに<ー>乗れるぐらい頑張ろうっていいつかはクラウンっていうあったね。うん皆さんいかがでしたか。トヨタが来年期間の維持を望む一方で。 ホンダはそれを断り電動化に専念する姿勢を示していますがこれに対しホンダがかつて持っていた革新性や技術力が失われ官僚化していると思う方は高評価をスバルの四駆技術やマツダのエンジン革新など各社が独自技術を維持しようとしているが電動化への対応が企業の未来を左右する鍵となっていると思う方はチャンネル登録をお願いいたします。 日本の自動車産業に対する深い考察とホンダやトヨタその他のメーカーの現状についての意見が多く交わされていますトヨタの豊田会長がホンダの社長を訪問し来年期間も捨てないよう頼みに行ったが断られたという業界内の噂を紹介していますこのエピソードを通じて自動車業界が電動化に向けた大きな変革の波に直面していることが強調されています特ににホンダに対しててはそののかつての ホンダスピリットが失われてしまったという指摘がありましたホンダ創業者の本田総一郎が築き上げた革新性やチャレンジ精神が今のホンダでは見られず官僚化が進んでしまた技術力の低下も話題となりかつてはエンジン開発に強みを持っていたホンダが今やその技術を外部に頼るようになり自動車メーカーとしての革新部分を失いつつあるのではないかという懸念が示されています 特に来年期間を捨てることは自動車メーカーにとって本質的な変化を意味しこれが業界全体に大きな影響を与えていることが強調されていますまたスバルの水平対向エンジンやマツダのロータリーエンジンに関する技術的な話題にも触れられいかに日本の自動車メーカーが独自の技術を持ち続けようとしているかが伝わってきます特にスバルのフルタイム四駆の技術がいかに優れているかや マツダがエンジン技術の革新に取り組んでいる点は今後の自動車業界における日本のメーカーの競争力の象徴として興味深いです一方で技術革新と経営判断の間でのバランスが取れなくなっている企業が多いとも指摘しており特にホンダが内燃期間を捨てる選択をしたことに対して批判的な姿勢を示していますさらに軽自動車市場で強い存在感を持つ続きや日産の歴史についても言及され 自動車業界の多様性やそれぞれの企業が持つ独自の強みが浮き彫りにされています全体として自動車業界の複雑さと企業ごとの異なるアプローチや哲学が交差する中で未来に向けての不安や期待が入り込んじる内容でした電動化の波が強まる中で各社がどのように自らのアイデンティティを守りながら技術革新を進めていくかが 今後の自動車産業の行方を決定づける重要なポイントとなるでしょう。特に日本のメーカーが直面する課題として、伝統的な技術と新しい技術とのバランスをどのようにとるかが焦点となっており、その選択が業界の未来を左右することが感じられました。